はい、こんにちは、ぬれねずみです。このチャンネルはですね、ドラマをですね、なるべく1話1話見ながらですね、感想を言って、まあ一応ね、ドラマ応援チャンネルって感じ。まあできるだけね、まあいろんな面白いドラマもありますので、みんなで見ていきましょうっていう番組になります。で、今日はですね、もう昨日放送されたばっかりですね、フジテレビの、火曜日10時ですね、10時に放送された、僕らは奇跡でできているんですね。はい、そちらの感想になりますので、よろしくお願いいたします。で、今後に関してはですね、ちょっと自分にプレッシャーかけるために言っておきますけど、今日から俺はですね、この日本テレビの今日から俺は、福田雄一さんの、作品ですね。そちら、あと大恋愛ですね。はい、その辺からね、ちょっとね、抑えていこうと思います。まあ、今日から我々もね、ちょっと真面目に語ると。はい、ドラマを真面目に語るって感じでやっていこうと思ってますので、それが多分次回に、はい、する予定ですので、よろしくお願いいたします。で、僕らは奇跡でできてるですね。はい。通して見てますね。はい。で、先週とその前の週はリアルタイムかな？ちょっとビール飲みながら見たりしたような、多分感じになると思うんですけど、全体的に言うとですね、やっぱ、なんだろうな。あれさっきなんか思ってたんですけど。うまいですね。うん。うまいし、すごいし、なんだろうな。ちゃんとしすぎてて、憎たらしいぐらいのね。はい。それがね、もう脚本家さん、まあもちろん脚本家さんね、橋部さん？橋部敦子さんです。敦子さんですね。はい。フリーターを家を買う時もね、ちょっと良かったんですけど、感じま、がいいのはもちろんのこととして、なんかね、やっぱね、チームとしてのね、なんかもう、まとまりっていうか、まあ、役者さん見て、もういきなり話し始めますけど、役者さん一人一人ですね。まあ、一応またこんな感じでね、ちょっとこう書いてきてみたんですけど、言っても結構人物関係ってシンプルはシンプルなんですよね。はい。これが相川さんですね。高橋一生さんが相川さん。あと、まあ、お相手役の水本さんですね。はい。郁美さんがおられまして、で、まあ、相川さんのとこの家の感じですね。家の、山田さんと、あとはおじいちゃんと、時々出てくるおじいちゃんと、あとは大学関係ですね。大学の教職員の方と、こっちですね、教職員の方と、あとはまあこっち、まあ大学の生徒さんですね。生徒さんがおられて、まあ水本さんのね、ところにも、従業員の方ね、おられてって感じで、あとは、まあ、水本さんの彼氏さんですね。あれ今どうなってるのかちょっと忘れてたんですけど、はい、の人もいますよね。で、まあ結構ね、やっぱりシンプルな作りですよね。で、これを見ていくと、まあ、なんですかね、沼袋さんね、グッジョブとかね、ちょこちょこっとした感じですよね。そんなにガツガツ絡んでくるわけでもないし、まあ事務長もね、まあ名コメディリリーフって感じですね。はい、川先生ってね、まあそういう役ですよね。で、鮫島さんがいる。この辺がちょっと大人ですよね。祖父がいて。言ってもね、地味な俳人ですもんね。要潤さんね、今日後半頑張ったっていうかね、ちょっとグッとあれしましたけど、そうですね。で、まあ、エイクラナナさんの水本、イクミさんですね。イクミさんにも彼氏がいてと。一つ一つ見たらね、そんなにもう重たい感じもしないんですよね。まあ学生さんもまあね、ちょこちょこ神社さんの会が、役の会があったり、まあ今日の前半だったら青山さんですね。青山さんがちょっとこうあれしたりとか。ね、あかりさんにしても本当にワンポイントっちゃワンポイントですもんね。はい。まあそれでもちゃんとね、しっかりそれこそトリンドさんとか、ね、の、こう、セリフとかもね、そんなに多くはないと思うんですけど、その物語っていうか、こう、進めていく中での、その、ちゃんとポイントになってる。ワンポイントでもポイントなんで、ちゃんとなってるっていうところがね、なんかすごいんですよね。そのとね、ここもどうなってったと、もうこれだけですもんね。だから、ちっちゃいところだけでね、それでもう9話でもう、ね、いよいよ最終章になったらね、それこそ、まあ見てらっしゃる方、もう終わっちゃうのかよ、みたいなね。ね、そのぐらいの感じです。だからまあ、すごい、ですよね。そう思ったら、後の、なんかこう、ね、他のもちょっと今これ撮ってるんですけど、これが、同じフジテレビかな？あれ？これですね、黄昏流星群。まあ、この辺になると結構重いのは重いですもんね。重いっつうか、それなりに重鎮が来て、あとはもう、みんな分けありっていうね。もうそれでゴーっとなってって感じもありますけど、言ってもね、それと比べても別に、なんだっていうぐらいもシンプルですよね。三國さんが誰かとって言っても、まあ、相川さんとどうなんのと、あと元彼さんがどうなるのって感じですし、ね、三國さんが、その、なんだっけ、要潤さんと絡んでどうこうっていうわけでもないし、恋愛関係とかもシンプルだし、すごいですね。だから改めてこれで、このぐらいの、まあ、地味ってこともないですけどね、そういう作品でこれだけちゃんと持たして、ちゃんとドラマを書けるんだぞってね。まあ、すごいです。はい。と思います。あと、チームワーク感ですかね。はい。って感じ。もう本当にね、最終章もありますけど、本当、なんかね、ちょっと流してみてってこともないんですけど、2回3回とね、ちょっと見れなかったものとかもあるんですけど、まあやっぱ、すごいですね。あとなんか、手綱の引っ張り方っていうか、こっちに触れようとしたらちょっとこう、戻すってこともないんですけど、基本的には、こういう人がいました。まあ、その、なんだろう、ドラマの世界観とも重なってくるんですけど、こういう人がいました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 、で、こういう人がこういう発言をしました、こういう人がこういう発言をしました。その、起こってくる、
ここって、あと喋ってることだけで、こう、物語がふわこう進んでいくって感じですよね。あとは、セリフに関しても、逆に、まあ、言わないってね、言わないことのドラマチックさってこともないですけど、はい。まあ、相川先生とかもよくあるんですけどね、あ、なんか言うの、なんか言うのって言ったら、言わないとかね。その辺の感じもなんかね、やっぱ、うまいですよね。で、今日前半で言えばね、青山さんですね。青山さん、この、青山さん役ですね。女子学生役の人が、こうね、ちょっとパッと絡んでも行くのは、行くんですけど、まあその辺もね、やっぱり、セリフもやっぱり、うまいですし、そうですね。で、最初の、前半に関してはね、みんなね、今日顔が面白かったですね、前半ね。こう、セリフを言ってる人、それで聞いてる人の顔。だからリアクションですね。リアクションがみんなそれぞれ面白かったですよね。まあ言ってしまってもいいのかな。その青山さんが、相川先生なんとかなんとかって最初ね、言った時の、高橋一生さんが映って、それを見てる、ね、青山さんの顔とかね。その辺もまあそうですし、まあそのあたりの前半のね、やっぱ高橋一生さんの顔もそうですし、そういうところもそうですし、まあ青山さんで言えば、あれですよね、いくみさんですね。こっちのいくみさんのところに、相川先生のことでトコトコトコってこう話しに行くんですけど、話しに行った時のその、なんだろうなぁ。なんだっけ、まあ、みんな見てる方がね、見てると思うんで大丈夫だと思うんですけど、相川先生んちで、ピリ辛キュウリを教わったんですかって。ね。この、なんでもないセリフですよね。なんでもないセリフが、状況によって、ね。何をそんなにはっきりとね言うのかっていうのも、その中のドラマがちゃんと見えてるからこそね、面白いし、面白いからこそピリ辛キュウリを教わったんですかってね、その後のあれもそうですよね。はい。なんとかを渡すのにもものすごい勇気がいったことだと思うんですとかね、あの辺の感じもまあいいですよね。はい。で、その後のね、あれも良かったですよね。まあそうですね、良かったですね。やっぱね、はっきり物を言うって、やっぱりドラマでは大切ですね。それがあってても間違っててもね、それはやっぱりね、楽しいことだと思うんで、はい。なるべく登場人物ははっきりとね、私はこうだ、こうしたいんだ、こうしたいんだとね、パンパンと言っていくと。はい。そんな感じが、まあ、ドラマのスパイスにもね、なると思うんで、はい。あとはですね、もうちょっと気づいたところから言ってきますね。はい。もう、とにかくね、いいところっていうか、まあ、うまいところがやっぱ多いんですよね。ちょっと思ったの、進路相談の逆光使いとかね。逆光使い、他の場面とかもちょっとあったんですけど、その辺ですね。ああ、逆光使ってるんだとかね。だからこの時、なんでこの光にしたのかとかね。そういうのをちょっと聞いてみたいな。なんでこっちから撮らなくて、なんでこっちから撮らなかったんだとか。あと編集とかもそうですよね。だから、このドラマって多分ね、見れば見るほど面白いと思いますね。それこそまあ編集で言ったら多分、ドーンとクローズアップした後、こう引いて撮ったりとか、今度横を流したりとか、多分そういうアニメーションじゃないですけど、まあ基本はね、動く、あれなんで、動く紙芝居みたいなもんなんで、こっからこう動かして、こっからこう動かしてっていうのを、それこそ広角使ってやったり、グッズって寄ったりとか、そういうのも使ったりとかも、そういうのもね、多分ね、見れば見るほどね、特になんか作ってらっしゃる方とか、見たら多分楽しいんじゃないのかなと思います。で、すんなり見れるっていうことはなんかすごいことだと思うんですね。それこそ自主映画とかでね、なんかガタ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 してってね、そういうのを何も感じない、ちゃんとスーッと見れるっていうのは、もうそれは腕だと思うんでね、はい。その辺とかも、ほんとなんかもう一回、何回でも見直したいドラマですかね、はい。で、いくらななさんですね、笑ったら可愛いって書いてます。はい。めっちゃもっとね、前半とかもね、笑って、ね、やっぱ笑ったらね、やっぱ女優さんだなって感じがします。やっぱ可愛いな、みたいな。はい。そんな感じです。で、これどう思います？これなんだっけ？ああ、高橋一生さんですね。はい。ですね。そうですね。まあ、リアクションもそうですね。だから、高橋一生さんと戸田恵子さんが話してて、高橋一生さんがなんかこれ聞かれて、わかりませんと。の時の、戸田さんで、って顔。こんな顔だったかちょっと忘れちゃったんですけど。いいんだろうな。はい。そういうの顔も好きですね。前半リアクションがいいですね。あとはですね、あ、こういうのはなんかね、あんまりそのエピソード的になんかあれなんですけど、何々は好き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 ってこうね、聞いていくのは、あれはね、ちょっといいですよね。なんかやりやがったなって感じです、本当に。ね。それこそ、タバコはとか、好きとか。コーヒーはなんとか、なんとか。じゃあ、なんとかは。あれ、まあ、憎たらしいぐらいいいですね。はい。はい。なんかのドラマとかでもあったのかもしれない。昔の、あと昔のね、映画とかにももしかしたらあんのかもしれないですね。そういうのがね。ちょっと、生き
な感じですね。はい。そんなのもあると思います。で、まあ、事務長さんですね。はい。事務長さんもこれ大好き。大分出身で。はい。アナン・ケンジさん。はい。応援してます。はい。うん。いつも聞いてるんでね。はい。いいです。で、トリノルさんですね。トリノルさんが、こっちですね。あ、先に言ったのは事務長さんですね。事務長さんが、もう、ね、ハイカー先生。行く役で、ここ、明かりですね。水のクリニックの人ですね。はい。トリノルさんも、いい感じですね。はい。それはどこが良かったかというと、あ、そうですね。トリンドルさんが、なんかこう、意識をしてるってことですかって聞いて、してませんと。で、それを聞いた時のリアクションですね。はい。ここに、ね、リアクションって書いてあるどんなリアクションだかちょっと忘れちゃったんですけど、良かったですね。はい。トリンドルさん、いいですね。なんかね。で、そうですね。なんかトリノルさんの使い方とか見ても、なんか適材適所って感じなんですけど、もうほんとセリフ少ないけどね、ちゃんと聞いててね。なんかいいですよね。はい。で、あ、そうですね。相川和樹さんですね。相川和樹さんが、もう何かを探しに誰かの部屋に行くんですけど、その時の、相川さんがいて、あ、こっちですね。相川さんがいて、で、これを誰かがこう見てて、ここでカチャカチャカチャってなってて、音楽がさーっと入ってくるんですけど、こう。こっちを映したかな？相川さんの手元を映して、それを見てる、人ですね。まあ、わかると思うんですけど、人こっちのこの、を映して、で、ちょっとして、その表情を撮った後、スーッと音楽が入っていって、今度、かなめ先生じゃない、かしのき先生の場面にこう映っていくとかね。あそこの音楽の入りはうまいですよね。はい。やり上がるっていうのが、すごいですね。あとは、そうですね。そうですね。で、後半はね、今度、あれですね。今日はね、かしのき先生と、あと、娘役ですね。の方が出られて、ちょっとそっちと絡んだりもしたんですけど、あそこ、なんかね、やっぱり好きですね。うん。で、かしのき先生がいて、まあ、相川先生とね、もうちょっとその娘さんがこう、絡む感じになるんですけど、もうちょっとしたセリフですね。なんかね、ちょっとうるっときそうになったね。なんだろう。まずは、娘さんが、父親の職場に入ってきた時の、そのなんか、高揚感？お父さんの仕事場だっていう感じ？あれももう、ね、そんなもん、そんな顔されたらみたいなところもありますし、ね、相川先生が、まあ、その、橋野先生ですね。橋野先生と、高橋先生がですね、橋野先生がこんなことしてこんな感じでしたんだよって言った時の、橋野先生の娘さんの、ね、パパがって、あの感じ。もうお子さん持ってる人とかだったらたまんないじゃないですかね、あんなのね。パパがって、うん。パパが活躍したんだ、みたいなね。うん。あの感じとかね、いいですよね、うん。よかったですね、娘さん。あと、娘さんとレストランの場面に関して言えば、こっち二人並んでるんですけど、やっぱりね、かなめじゅんさんね、かしのき先生、でかいんですよね。でかいのと、あとちっこい女の子が、親子って感じでこう一緒にテーブルを挟んでもちょっと喋ってる。そのでかいのとちっちゃいのと。うん、その対比ってことも対比じゃないな。うん、まあ、ちっちゃいけど一つの人格として大きな大人と話してるっていう。うん。あの感じとかもね、さらっと見せれましたけど、あの撮り方とかにもやってもね、全然子供ですよっていう撮り方もできるだろうし、ね、ちっちゃいその低い目線に変えて撮ることもできるだろうし、まあ、いろんな撮り方できると思うんですけど、あそこでわざとフィックスっていうかその、パンと画面にでかい小さいと。ちゃんと並べてっていう机の、テーブルの上に相対してっていうのはなんかね、いいですね。はい。で、あとは、そうですね。うん。まあ、最後というか、まあ、最後のその、まあ、橋野先生の話っていうところも、まあ、ね、受けたことも、もちろん、相川先生ですね。あの、感じのところとかも、ね、いいですし、あと、相川先生、を、ちょっと意識し始めた、いくみさん。で、いくみさんに対して、あと、相川さんが返す言葉とかね。うん、あの辺とかも。言うのかって、それかいっていうね。うん。ね。はい。あれ、ちゃんと予想してた人いたのかな？うん。もう、それどころじゃないですもんね、そういう時はね。もう、言うのかだけですもんね。はい。あんな感じも、よかったですね。はい。それぐらいですかね。どのくらい話しちゃった？はい。そのくらいですかね。はい。まあ、とにかくね、これ面白いです。で、今のとこ、まあ、多分ね、多分終わった後なんか総括で、まあ、この、
まあ、全部だ、今期のコンクールのドラマが終わった後に、まあ、総括というか大体どれが良かったですみたいな感じで、まあ、ポンポンポンと多分言っていこうと思うんですけど、まあ、何が一番二番というか、まあ、ね、みんな一生懸命作ってらっしゃるし、ね、あとね、見てないドラマとかでもそういうのあるのかもしれないし、全部はちょっと見てられないんですけど、その時の中もちょっと暫定1位感がなんかちょっとすごいんですよね。はい。で、今回に関してはこの録画でちょっと見直したんですけど、まあ、一回見ただけで、ね、すげえすげえみたいな、ここもいいですね、ここもいいですね、みたいな、そんななんかテストじゃないんですけど、ここ丸、丸、丸、みたいな、丸、丸、丸って。100点ですよ、と、これ、あと。もうそんな感じのを見せられちゃったんでね。はい。あとね、大恋愛がね、多分まだ先週のやつまだ見てないんで、これからちょっとね、見直してやろうと思ってるんですけど、その辺とどうなってくるか。どうですかね。そうなってくると大恋愛も、勝手にね、楽しみにしてますね。どっちが勝つんだってね。自分の中でだけでやってますけど。はい、そんな感じですかね。はい。いっか、こんな感じで。ですね、大体話したし、うん、まあとにかくね、これで言いたいことはなんだろう、そのなんかもうこのドラマを作ってくれたあのね、スタッフさん、脚本家さん、演出家さん、もう誰がどうすごいのかが全く分かんないんですけど、とにかくそれに関わった人にあれ良かったですって言いたいっていうのが一番ですよね。うん、小島さん面白かったですよってね、あれですよ。うん、にもそうですし、要潤さんもそうですし、ね、照明さんとかも撮影さんも、とにかく誰でも見つけたらね、だからなるべく名前覚えといて、で、河野さんとかもね、やっぱり演出メインのあれなのかな、演出されてる方とかも他にもね、いいドラマとかもやられてるし、はい、ほんとなんかね、いいもん見せてもらいましたって感じですね。だからもうそれに関われてる人が羨ましいと、はい、そんな感じのドラマになります。はい、あともうそうだね、 DVD とか絶対買わない派なんですけど、ちょっとね、なんかあれば見返したいドラマですよね。はい。一応そんな感じです。はい。じゃあね、今度また続々ね、もう毎日1本ぐらいちょっと今週に関して頑張ってあげていこうと思ってますので、まあそちらもね、楽しみにしてください。それではね、どうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。ぬれねずみでした。失礼します。